してがこのこと言ったらごあんさあこの隣にじゃあお客さんかな。あの去年渡ったわ。あの宿までついたというケロスが残っているよ。あの辻が揺れるんよ。あ、そうやな。あんなすぐ揺れるんよ。左下に見上げてください。高く険しく刺された大きな岩、これが天竜峡のシンボルなんですが、岩のちょうど真ん中を見ていただくと龍角峰という3つの文字をご覧いただけますか。これが天竜峡のシンボルだに。龍角さんじゃないね、南方だね。じゃあお賽銭を向こう側の方に投げ入れていただいてご参りしてください。勝負ごとの神様ね。勝負ごとの神様ね。ラブさん行かなかった。宝くじ買うから当たりますように。今日はセブンセブンセブンで神頼み。明日かい。龍角散って何や龍角散って。